気がつくといつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる、そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子言の葉だより、私が出会った素敵な言葉たち。おはようございます、渡辺翔子です。今週の言の葉はこちらです。お堂のネズミ。今週は先週取り上げた比叡山延暦寺の中座と呼ばれる方のお話から、もう一つの気づきとなった言葉を取り上げました。比叡山の僧侶の法要や生活を一手に支える裏方的役目である中座の方々ですが、師匠から引き継いでいる自分たちの呼び名があって、それはお堂のネズミというのだと話されました。それを誇らしく話す姿に目から鱗が落ちる思いがしました。これまで私はネズミには厄介者のイメージがありましたが、中座の方々の仕事に照らし合わせると、すべての場所や事柄に精通し、どんな場所にでも自由に出入りできる存在、これをネズミと称したのでしょうが、どれだけ重要かが見えてきます。比叡山で行われる何百という法要の準備をすべて行い、1000点以上に及ぶ仏具が置かれているすべての場所を把握し出入りし、修行僧たちの生活の一部始終に精通し、電報を受けた人しか出入りできないような場所にも自由に出入りができる存在、裏方の一般の方の目に留まらない場所で動いている方々なのに、実は比叡山を支えている、前回の言葉で言えば維持しているのはこの方々なのではないかと思えるような人々ですが、実はそうした人々は私たちの身近なところにもいるのではないでしょうか。いや、もしかしたらあなたがその立場かもしれない。人はその時その時で影の役割の時もあれば、日向の場に身を置くこともあると思いますけれども、どんな時でもネズミの役も厭わずに誇りを持って、そして日の当たる場所に立った時にはネズミの存在を決して忘れることなく、どちらも大切にしていかなければ物事は成り立たないということを教えてくれたお堂のネズミのことの葉でした。さあ、新しい1週間が始まりました。今週も笑顔でいきましょう。